博物館は京都市中京区にある花園大学が2000年に創設した博物館仏教系大学発のユニバーシティミュージアムである花園大学の調査研究活動によって蓄積された資料を広く公開し大学教育だけでなく市民に開かれた大学の中核施設として展示活動や教育活動を行っている 主に文学部分解散学科、日本史学科の教員が運営に携わっているが、展示活動等に学生、大学院生を中心としたボランティアスタッフが参加しているのも特徴の一つで学芸員などを目指す学生が実物に触れながら実践的に学ぶことができる場ともなっている。第一展示室展示室は無償館4階に設置。入館無料。 第一展示室には QR コードと携帯電話とを組み合わせた閲覧支援システムが設置されていた。考古学部門、民族学部門、美術、全文化部門、歴史学、天籍部門の4部門に関する収集資料を展示。寺院などから企画を受けた文化財も多く保管している。主なコレクションは以下の通り。通常、春と秋の2回。 特別展あるいは企画展を開催している。各地の明神寺派人にある文化財を調査、研究した成果を転換し、近年では全文化研究所と共同で臨在囚人院に増される諸るをしっかり調査し、進出資料を多く発見、紹介している。ありがとうございます。